レールウェイエンパイア2。今回は1800年代で鉄道会社を経営してお金を稼ぎまくる世界。蒸気機関車で鉄道網を構築し、大陸最強の鉄道会社に育て上げるぞー。で今回はとりあえずフリーモード。このマップはアメリカか。アメリカの地理なんて桃鉄 USA やったくらいしか知らないよ。別鉄道芸じゃねえか。こっちはヨーロッパ。ドーバー海峡の海底トンネルやアルプス山脈のトンネルとかロマンあって楽しそう。国をまたいだ鉄道網を敷くのは面白そうだぜ。では本拠地はジャンヌダルクさんで有名なオルレアンにしましょ。聖女である私がマネーの力でこの世界に安寧をもたらすのだー。お前ただの巫女だろ。てへへ。名前は日本語入力できなかったので英字で白霊霊夢。お前が CEO か？ずるいぞ、私にも一枚かませろよ。それじゃ会社イニシャルは私の白霊とマリサの霧雨の頭文字を取って、HK にしてあげるよ。やったぜ。会社名はゆっくり。鉄道なのにゆっくりとはこれいかに。難易度はいろいろあるけど標準で。競合他社が一社いるのか、ビジネスバトルで叩きのめしてやるぜ。では1800年代大鉄道時代に、礼言っちゃごー。1830年1月1日オルレアン。変態仮面鉄道が誕生した。HK はその略じゃねえ、白霊霧雨の略だ。HK の目標は大きくヨーロッパ制覇のつもりだけど、他にもタスクリストなるものも発見。これも一応全部達成を目指し経営をしていきましょ。都市を発展させるのと物を運ぶのが多いみたいだな。都市を発展させるには需要供給を満たして、住民を増やせばいいみたい。これが現在の物資の供給と需要か。残り在庫がこれ。ふむふむ。ここに列車で配送される予定の物資。駅すらねえから無論全部ゼロ。週ごとの需要。で需要供給率。この項目を 100% にすればどんどんオルレアンの街が発展してくってわけか。現状穀物、トウモロコシ、木材、砂糖の供給がゼロ。それじゃこれらを鉄道使って運び込もうぜ。他にも旅客や郵便物もあるから、それらを運んでお金稼ぎも並行してやってきましょ。そして周囲の産業を確認してたら、接続ボーナスなるものを発見。鉄道誘致か？結構な金額もらえるみたいだぜ。鉄道敷くのもタダじゃない。これらも加味しながら鉄道網の計画を考えるぞー。まずは我らの本拠地オルレアンに駅を建設。未来のヨーロッパを網羅する鉄道網の要の駅。こんな感じに邪魔な建物を避けてホイットな。接続ボーナスのためにもプールに接続をしたいんだけど川と山に阻まれております。直線での工事は費用がヤバそうだから、迂回して工事するのが良さそうだな。ちょうどトラバース伐採場が間にあるので、ここも駅で繋いで木材の輸送しちゃお。緑の丸い円が木材を運び込める範囲っぽいな。接続できてるかの微妙な判断は左下見ればわかるよ。ギリッギリ職人の腕の見せ所だな。絶妙な位置に設置して1円でも安く線路を引くぞー。頑張れ主線路。それではオルレアンと伐採場接続っと。線路以外にも土木工事やトンネル橋の費用が発生してるな。線路3万なのにトンネルは40万？高すぎ、こんなの迂回だよ。お、ちょっとずらしただけでトンネル工事しなくて済むぜ。勾配や急カーブは速度に影響するから、この辺もうまいこと最適を目指して調整調整。これなら約12万で線路が敷けるぜ。それではオルレアントラバース、建成越。記念すべき初路線。トラバースプールもサクッと建設。ここは傾斜が一度あるだけで楽勝、費用も4万で済んだぜ。線路の途中に補給塔を建設。蒸気機関車だと、水と砂と潤滑油を定期的に補充しないとダメなのな。それでは路線の設定、機関車はこちら、ロケット号。時速26キロ、本気の自転車に負ける速度だ。まあその辺は後々研究でアップグレードしてくよ。さいですか。いろいろ設定できるけど、今回は伐採場からオルレアンに木材を運んで、オルレアンで旅客と郵便と医療を積んで出発。空きがあったら木材も再度積み込み。そんでプールに運んで、プールでは旅客と郵便と食肉を積んでもらいます。医療や食肉なんかも作ってるのな。工場とかの産業は住民が増えると勝手に生えてくるけど、お金と空き地があれば自分でも工場作れるよ。自分で必要な原料を鉄道で運んで、工場で加工するのも儲かりそうだな。ま、その辺は後々だよ。まずは輸送用で資本を貯めなきゃだね。だな。警告、伏線がないのでこのルートに列車を2台走行させると衝突します。最初は需要も少なそうだし、1台で運行するから問題なし。まあ需要が増加したら伏線化していっぱい走らせようぜ。よし、オルレアンプールの単線鉄道が開通だー。HK 鉄道、開業。お次はカーンとマチューの接続ボーナスを狙って、ここにも鉄道を敷いていきましょ。マチューは砂糖があるところか。途中ウールの産地のルロアがあるので駅設置。オルレアンの生殖工場でウール使うから需要もありそうだな。
ここは普通の道もオルレアンに接続してるよ。道からも勝手に資材運んでくるから、いっぱいオルレアンにウール運ぶのはまだ先かな？そういうのもあるのな。では3万でサクッと敷設。平坦だと安くてサクサク線路敷けるぜ。同じ容量でルロワマチューも接続。特にいじらずとも6万で敷設。最短距離に思わずにっこり。そしてマチューと終着駅のカーンの接続。傾斜がいっぱいあるだけでほぼパーフェクト。こちらも6万で無事敷設。さて線路のルートを設定設定。貧乏鉄道は今回も単線運行。複線の方が管理しやすいんだろうけど、あたしは節約したい気分なんだよ。ただの主線度だろ。まあ経営ってのは大きく使って大きく稼ぐもの、そのうちバーンとなんかやるよ。まあほどほどにな。お次も接続ボーナスのある、花の都パリとカロンの穀物に駅を建設しましょ。パリ、それはセーヌ川中流のフランスの首都。オルレアンはそのうち伏線化するし、パリと繋ぐのは3番線にしとこっと。工事費用55万もするけどいいのか？え？駅のプラットホームって3路線に増築すると45万もするの？高い。節約のためじゃ、仕方なし。泣きながら2番ホームに線路をつなぎ、駅工事費用は5万まで下がった。よし、これで7万くらいでオルレアンパリ接続であります。続いてパリとカロンを接続しましょ。既存の建物が、邪魔。こりゃちょこっと迂回させねば。急カーブになると速度落ちるから注意な。傾斜も 3% あるし微調整っと。なんとか傾斜 1% 程度に収めることに成功。ああ、繋ぐホーム間違えてる。さっきやったばっかりだろ、学習しろよ。ごめんちゃい。結果距離も短いこともあり、2万で敷設できました。まあ別途駅の建設は5万かかってるけど、格安鉄道、開通だぜ。1% の傾斜が気に入らない。せっかくできたのにまだ修正すんのか。細かくやりすぎると時間がかかって仕方ない。ここに時間泥棒が潜んでおるぞ。でもおかげで勾配ゼロのいい線路が敷けました。カロンで穀物、パリでお酒、オルレアンで衣服を運んでもらうルートを設定しました。自動設定だけど利用率は 75% だしこんなもんでいいんだよ、多分。適当だな。警告、伏線がないのでこのルートに列車を2台走行させると。知ってる。安定の貧乏単線鉄道。お次も接続ボーナス狙いで、モレルのトウモロコシ。この距離ならパリと繋ぐのが楽そうだな。トンネルの工事費用がえげつない金額。でも頑張ればトンネルなしでいけそうだ。結果18万で敷け申した。よかったな。トウモロコシの需要はオルレアンでもあるから、どうせなら運びたいんだけど設定できない。そりゃ単線だからカロンの電車とぶつかっちまうからだろ。こりゃ伏線化するしかないか。そんなわけでオルレアンパリのみ伏線化。費用は12万くらいか、前に駅工事45万とか表示されてたけどあれはぼったくりか？この世界トンネルや橋なんかの高額工事も依頼されたら確認せず工事するからほんと怖いよ。では上下線の切り替えのための線路変更機も設置っと。これがないとホームに着いたはいいが、帰れない状態になっちまうから要注意だぜ。パリ側にも設置しなきゃ、だな。こうしてモレルのトウモロコシが、パリオルレアンの食卓に運ばれることとなった。これでオルレアンの需要も満たされるな。現在表示されてる接続ボーナスの網羅完了を。節約に節約を重ねた結果、まだ資本が100万くらい余ってるぞ。開始時が300万だったから半分ちょい使った感じか。よし東側が空いてるし、一気にオルレアンジュネーブまでの路線を敷くぞ。こうしていきなりフランスとスイスをつなぐ国際鉄道を乗りで敷くことにした。まずはオルレアンからお隣オセールに接続を置く。11万で楽々設置。オセールビジョンは高低差があったものの、10キロほど迂回することでなんとか回避。17万で無事建設。お次はモンプレサーのトウモロコシ。北の部分は自然公園とか多いところか、険しい自然との戦いだぜ。さすがにアルプス山脈の近くなので、多少傾斜あるけどなんとか低コストかに成功。お値段6万でした。そしてアルプスの麓のジュネーブ。アルプス山脈最高峰の名峰モンブランが見れる街。お金持ちになったらいつか風穴開けてやる。こらこら、今はこの距離すらトンネル作れないよ。この時代の技術じゃ国を挙げた大事業になっちまうから仕方ねえぜ。駅の高低差を微調整するために建て直したり、線路をコネコネしてなんとか低コストか成功。工事費用は13万になりました。ルート設定は単線の各駅停車。設定はオートだから、駅員さんの裁量でどっかでなんか積んでどっかで下ろしてる適当運用。利用率は 85% らしいからきっとなんかで利益出してくれるよ、多分。超適当路線、開通だぜ。まだ資金は50万余ってる、さらなる鉄道網を構築するぞ。運営資金に少しは残しとけよ。
残りの資金の使い道は、在来線のプールからフランス西部のナントとの接続にしましょ。ナントはブルターニュ公爵の居城があるところか、ロワール川川沿いに沿っていけば大丈夫かな？まずは隣の下輪に接続。敷設3万で格安工事。でも在来線の邪魔にならないように列車増やすなら、複線化しないとで結構かかるかも。複線化で追加で13万、これは苦しい。さらに瀬があると接続、微調整で6万で開通。そして複線化で追加で11万、もう後がないぞ。こりゃなんとまで届かないかも。そしてなんとに接続したものの1万足らんかった。複線化した上で列車も買うなら、資金が全然足りてないぞ。仕方ない今回はなんとは諦めましょ。貧乏鉄道会社、無計画鉄道計画破綻。銀行に融資してもらってもいいけど、まだ会社設立して1日も経ってないんだよ。開業記念日に銀行で土下座はさすがに引くぞ。とりあえず伏線敷いたところまでは、適当に路線変更機を設置。路線変更機は無料なので、不必要なところにもバンバン設置してくスタイル。伏線化したところは上り下りを設定、適当に左側が上になるようにしました。一方通行なら複数列車が走っても、正面衝突することはないぜ。さて資金も尽きたし線路敷設はここまで、列車を走らせお金を稼ぐぞー。最終チェックして運行開始だぜ。整備施設建てるの忘れてた。おいバカもう建てる資金残ってねえぞ。列車が故障する前に稼げばええんや。開始初日から自転車走行になってるじゃねえか。では HK 鉄道運行開始でーす。そしてついに時が動き出した。ただいま列車の準備をしております。なんかミスってる気配？開業初日からやらかしか？カーネキで何かが起きている。ジュネーブやトラバースはもう積み込み始めてるのになぜ？すでにルートが5つもあるからどれがどれなのかよくわからねえぜ。もしや一番ホームがすでに他の列車に使われてるから？と思い伏線化してるパリの線路に急遽接続。なお、これじゃ解決しなかった。正常化するにも資金がないしちょっと保有で。おい。じゃーん、これが我らの誇るロケット号です。標準の塗装は私のイメージカラーのイエローだぜ。では我が社の運転が始まったところで今回はここまで。初日からがっつり鉄道敷いて全然進みませんでしたが、よろしかったら高評価お願いいたします。励みになります。100年経営するゲームなのに未だに数日しか経過していない。果たしてウプ主は最後まで動画投稿を続けられるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。